ありがとうございます。暑くなってきましたね。今日の気温は最高気温27度、本当に高めとなっておりますが、ムーパルスタジオの熱気もだんだんと高くなるに違いない。皆様もうお酒も飲んでいるようでございますが、楽しい夜を一緒に過ごさせていただければと思います。 MC の千里です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして業務連絡でございます。こちらのモニターをですね、私の方にも返していただき、 ありがとうございます。そうですね、今回はですね、皆様12回目ですよ。あっという間に1年の歳月が経ちまして、私も一切大人になってません。そうです、そうなんです。ずっと年は止まったまんまの千里でございますが、今日は気合を入れまして、おめでたい日、1年を期してですね、赤いドレス、そして頭には金の花をつけて、こっち側かな、向かおうと、靴も金、そう、気合を入れてまいりました、ね、ありがとうございます。かわいい、嬉しい、どんどん声をかけていただけると嬉しいです、誠におめでとうございます。さあ松戸ヒルズ始めたいと思いますが、本当にすっかり暑くなってまいりまして、5月というとですね、こう梅雨の前ですけれども、夏がもう訪れてるんじゃないかなと思うぐらい、毎年私はこう一番暑いなというのを感じる時期だと思っておりますが、ね、会場の皆様はいかがでしょうか。ビールも美味しそうでございますね。ハイボールも美味しそうでございます。さあ続々とお客様が集まってきましたところで、早速最初のコーナーに行きたいと思います。このコーナーです。ドン、千里のフェボリットスポット、先月から1ヶ月の間に、拍手ありがとうございます。拍手重要です。ありがとうございますね。嬉しいですね。どんどん拍手いただければと思います。またですね、インターネットの方からもですね、ニコニコ動画、ニコニコ生放送の方からも、メッセージ直接受け付けております。ぜひですね、そちらもご参加上ですね、インターネットからもどんどんメッセージをいただければと思います。さあ千里の松戸ヒルズシャープ12、千里のフェボリットスポット、まず第1弾はこちらです。もちろんこれです。ドン、はい、アンパン、はいそう、先月実はお話ししたところちょっと反響がありまして、ファンクラブの皆さんからの差し入れがことごとくアンパンになりました。嬉しい、ありがとうございます。そしてですね、この船という字、この辺の人は何を意味してるかもうわかると思います。そう、船橋、そうです、もう会場から船橋という声が上がりましたが、そうです、栄えある船橋アンパンをいただきました。実はですね、もうこのご当地アンパンも食べ始めて早何種類食べたでしょうかというところなんですけれども、おそらくこの船橋アンパンで6種類目ぐらいだと思うんですけれども、前回下貝塚アンパンをご紹介したところで終わったと思います。さあ船橋アンパン、気になる中身はこんな感じです。はい、お願いします。こういう感じなんですね。ホイップクリームとあんことなっております。これは割と全国共通でして、なんとかあんパンの中はクリームとあんことなっております。私は本当にもともとですね、小倉クリーム、小倉あんパンが大好きな千里でございまして、小倉マーガリンというのもありましたけども、このホイップクリームとあんこの含有量、またですね、生地の厚さが地域によって微妙に違うようでございます。船橋あんパン、美味しくいただきました。ありがとうございます。さあ次に行きたいと思います。じゃん、この様子なんだかわかりますでしょうか。実は私のブログでも載せておりません。実はですね、とある日、大津よしこさんの30を祝う集いがありまして、そこに駆けつけていた面々の皆様でございます。素晴らしい方がたくさん出てますね。細川隆さん、山川豊さん、山本譲二さん、そしてですね、たくさんの、また、あと鶴岡さやかさんとかですね、たくさんの方がいらしておりまして、こちらとある建設会社さんの、40周年と兼ねてですね、一緒に大津よしこさんの30を祝ったのでありました。私はこの日ですね、お客様として行かせていただきまして、あちら、着物を着てます。ちょっと影になってます。森好美さんも写っております。さあ次に行きたいと思います。じゃん、
そうです、映っておりますね。そう、大津よしこさん三樹の集い、たくさんの芸能人の方が駆けつけておりました。新川二郎さん、皆様ご存知でしょうか。懐かしいねという声が上がりました。新川二郎さん、実はですね、大津よしこさんと大の親しい仲だということでございまして、駆けつけていらっしゃいまして、新川二郎さん、なんと千里のミュージックエッセンス初期の頃にですね、ご出演いただいております。北島三郎さんの先輩にあたるそうで、本当にすごい方だなと思っております。もしかしたら大津よしこさんも番組に出ていただけるかもしれない。今、私の千葉テレビの方のレギュラーでございます。さあ次に行きたいと思います。じゃんじゃじゃん、森好美さんとツーショット。そうなんですね、好美ちゃんと会場で会いまして、いろいろお話をさせていただきました。本当に律儀で礼儀正しい、好美ちゃんでございまして、本当にですね、私の方にもね、わざわざ来てご挨拶に来てくださったんですよ。とっても可愛い可愛い後輩の森好美ちゃん、私よりずっと売れております。頑張らなくてはいけないなと思っております。さあ次に行きたいと思います。大津よしこさん、30って皆さん何歳ですかね。ねえ、何歳だと思います。30歳。違いますね、3まではあっておりますけれども、私は大津よしこさんを見て本当に何歳なんだろうわからないぐらい、とても若々しくお綺麗でございました。30というのはもう80ですよね、びっくりですね。80歳でございます。その前の、ね、喜寿が77歳、30は80歳ということで、とても見えなく若々しくお美しい大津よしこさん、私もですね、大津よしこさんのようにですね、息の長く、そしてお美しい、その後の人生を歩んでいきたいと本当に思った一コマでありました。ここに幸ありという名曲があります。この歌をですね、バースデーのライブで歌わせていただこうと思っております。さあ次に行きたいと思います。じゃん、まさにフェボリットスポットなんです。これ松戸界隈の皆さんならもしかしたらご存知の中華屋さんかもしれません。ご存知でしょうか。外からじゃなく中側から映しておりますのでわからないと思います。またこれは全世界に放送されておりますので、全世界に中華料理ひさご亭さんののれんが映ってるわけでございます。そう、ひさご亭、実は私の大好きな、中華屋さんで、何がお目当てで行ったかと言いますと、こちらです。じゃん、餃子。このまん丸いお団子のような、お饅頭のような、握り拳大ぐらいの大きさあるんですよね。ほんとこれ一つ食べたらお腹いっぱいになるんじゃないかなというぐらいの威力がある、ボリューム満点のひさご亭の餃子でございます。ひさご亭は夜7時で閉まってしまいます。なんともですね、すごいんですよね。餃子なくなり次第終了ということで、毎晩夜7時には終わってしまうという、すごい、なんと市川大野にあるお店なんですが、こちらの揚げ餃子が実は大好きです。で、そしてですね、これ6個で、何百円だったかな、600円だったかな、800円でした。6個で800円、餃子としてはちょっとお高めなんですが、1つの餃子が5個分ぐらいの威力はありますね。5個で1個ぐらいの大きさがありまして、中にはニンニクがいっぱい入っております。野菜のあんがたっぷりと入っております。ぜひですね、一度、市川大野にありますひさご亭の餃子、一度食べてみてください。やみつきになります。宣伝してる場合ではないです。なぜかというと、私も食べれなくなってしまうからです。さあ次に行きたいと思います。じゃん、これは何でしょう。とある神社に提灯がいっぱい並んでおります。嬉しいことにですね、こちらはですね、まあ、千里おっぺし隊、千里応援団の皆さんがですね、お金を出し合って、私の提灯を見守り地蔵さんに、こちらに奉納していただきました。じゃん、左から3つ目に私の提灯が下がっております。こちらは東十条にあります、東十条商店街からちょっと外れたところにありますけれども、見守り地蔵様というところのお地蔵様、歌手がここで、奉納するとですね、ヒットすると言われている、ところでございます。ぜひ北区東十条に行ったらば一度見に行っていただけるかといいかなと思います。さあ次に行きたいと思います。
そう、たくさんの方ありますよね。今が飛ぶ鳥を落とす勢いの岡緑さん、山内圭介さんはじめですね、たくさんの皆様の提灯の中に嬉しくも千里もあります。そうです、私も今年の年末には紅白に呼んでもらえるかな、紅白に出る面々の方の中にですね、私の提灯も入れていただきましてありがとうございます。東十条ミュージックショップ団のそばの一コマでございます。拍手をどうもありがとうございます。見守り地蔵さんでの一コマでした。さあ次に行きたいと思います。はい、すごい、ちょっとぼやけております。なぜならばアプリで修正したからです。じゃーん、今は便利ですね。どの人も美しく、いや美女3人の、歌謡ショーが実は、ゴールデンウィークになります。ゴールデンウィークの、5日最終、最終日ですかね、5月6日の、最終日にですね、石岡健康センターにて行われました。右から葉山瑞希さん、そして真ん中沖田雅美さん、そして左が私となっております。年齢は実にバラバラでございますが、とても楽しくですね、本当になんて言うんですかね、こう女子会のようなひとときを過ごさせていただきました。本当沖田雅美さんデビューの時からとってもお世話になってます。茅ヶ崎の先輩です。 FM もされております。そして葉山瑞希ちゃん、元は巫女さんです。東北は、秋田の出身の歌い手さんです。あ、違ったかな、山形でした、失礼いたしました。勝手に秋田にしてしまいました。山形だと会場から声が飛びました。そうです、隣でしたね、山形の出身です。ぜひ応援してあげてください。私は千葉県の市川市出身、この松戸ヒルズがあります松戸市の隣の市でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、次に行きたいと思います。じゃん、これは何でしょう。よく見るとどこだかわかります。よく見てください。この建物の上に注目です。上の右に注目ですね。わからないですよね、ぼやけちゃってるかな。実は最上階、そしてですね、あのなんていうんですかね、一番上の飛び出してるところの右上にですね、あ、ちょうど隠れちゃいましたね、画面私で隠れております。そうです、あ、出てまいりました。そう、トヨタ自動車本社ですね、豊田市に行ってまいりました。そう、実はですね、私トヨタにキャンペーンに行ってまいりました。別に車を売りに行ったわけではありません。このトヨタ自動車のすぐそばにはたくさんのカラオケ喫茶さんがありまして、初めて豊田市でキャンペーンをさせていただいたのでありました。思わず写真を撮ってきました。うちの事務所の車はトヨタ車です。まあ余計な話をしました。さあ次に行きたいと思います。じゃん、そうですね、トヨタ、ちょっと順番前後してしまいましたが、京都に行ってまいりました。京都 KBS 京都での生放送に出演させていただきました。こちらお昼の番組ですね。さあ次に行きたいと思います。 FM 花子、こちらは大阪府守口市にありますコミュニティ FM です。守口と言いますと、私いろいろとお世話になっている市でして、お祭りだったり守口市のイベントによく呼んでいただきます。大阪府守口市の FM 花子の生放送に出演した時の一コマでした。さあ次に行きたいと思います。じゃん、こちらはラジオ大阪、夜の生放送の番組に出演させていただきました。翌日が大阪での点灯キャンペーンということもありまして、一生懸命翌日の宣伝もさせていただきました。こうだいたい放送局の後ろに行きますと写真を撮るコーナーがありまして、こうやっていろいろなんていうんですかね、そのラジオ局のいろいろロゴとかたくさんある看板がありますが、同じ色味で千葉テレビもあります。これも余計な話でした。はい、次に行きたいと思います。じゃん、じゃ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 ん、出ました、アンパン第2弾。このこれはどこでしょう。ブー、中山競馬場アンパンではございません。馬がつく地名は松戸市に何個かあります。まばし、正解でございます。ピンポンピンポンピンポン、馬込沢と言われてた いたかもしれませんが、もしかしたら馬込沢でも同じアンパン出てるかもしれないですね。でもあの四角かもしれない、
嬉しいことに丸い形と四角い形があるんですが、今回は丸い、まばしあんぱんもいただきました。中は同じくクリームとあんこでした。撮る前に食べてしまったのでこの写真しかありません。さあ次に行きたいと思います。じゃん。さあ店頭キャンペーンもたくさん行われました。私の地元千葉県でも、こちらは千葉にあります釜取り、イオンモール釜取りでのキャンペーンの様子です。釜取りと言いますと夏にはホタル祭りが開かれます。そうですね、私は実は学生時代はたくさんお友達が住んでおりまして、夏になるとホタル祭りに浴衣を着て行ったものでした。さあ次に行きたいと思います。じゃん。ここはどこでしょう。よーく見るとこちらも学園堂と書いてあります。学園堂さんというのは茨城県にありますレコード店さんです。茨城県は境町、こちら猿島郡境町のですねエコスというところで、キャンペーンを行わせていただきました。茨城の人、たくさん来ていただきましてとっても嬉しかったです。さあ次に行きたいと思います。じゃん。場所が前後してしまいました。先ほどのトヨタの次の日の次前の日のお仕事ですね。江南富士祭り、こちら私が撮ったので私ではありません。私の前の方の写真を撮らせていただきましたが、江南市、こちらは富士が有名です。富士の花が有名でして富士祭りが毎年4月の末日からゴールデンウィークにかけて行われます。こちらの富士祭りの私特別ゲストとして呼んでいただきました。さあ次に行きたいと思います。じゃん。さあ何でしょう。実はですね、私とある、倫理法人会さんというところで講話をさせていただきました。なんと江南市で講話をさせていただきまして、そしてですねその方がですね翌日にまた翌週に私の講話の後に講話をされたんですが、私のあなたの女ですをパロディってあなたの男ですという CD を出されました。しかもカップリングソングは白百合の歌だそうでございます。素晴らしいですね。いやこういうことができるパソコンの技術って素晴らしいなと思った一コマでした。はい、フェボリットスポット最後はこちらです。学園堂さんキャンペーンではヒット祈願をいたしまして、前回花園歌の時同様ですね、こちらヒットするだろう、拳が回る、拳がよく回るためのねお地蔵様、学園堂地蔵さんに参拝に行ってまいりました。あなたの女ですの衣装での参拝をさせていただきました。1年そして2年3年5年10年とこのムーパルテレビ千里の松戸ヒルズもどうぞ応援よろしくお願いいたします。千里のフェボリットスポットのコーナーでした。ありがとうございます。さあ大事な大事な CM です。はい。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそクオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそクオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。
ちばあちゃん。さあ、このコーナーでは私が歌が大好きな皆様に何かワンポイントアドバイスをできないかなという、そういうコーナーでございます。さあ、ちばちゃんじゃありませんでした。チサリズムでした。コーナータイトルを間違えるという、いや、さすが1周年記念でございます。何が起こるかわからない里のムーパルテレビでございます。思わず拍手をいただきました。間違えて拍手をいただけるなんて、この番組だけでございます。さあ、行きたいと思います。チサリズム、本日の受講生はこちらです。お願いいたします。どうもよろしくお願いします。あ、鹿島さんじゃないですか、ね、今日はまた千葉ちゃんに出ていただきましてありがとうございます。で、日頃は応援していただいている千里オッペシ隊応援団の方の一人でございます。会場実に盛り上がっておりますが、今日は何を歌われるんですか。もちろん千里さんの新曲、あなたの女です。あ、あなたの女です。歌うんですね。それは、そう、男の方ですけども嬉しいですね。やっぱりあなたの女です。え、この歌歌ってみてどうですか。まだわからないです。これから歌ってみるんですけども、練習してみて。練習、やっぱり拳のところと急に速くなったり、マイク、あ、急に速くなったりゆっくりなったりするとか、ちょっと鼻演歌より難しいかな。あ、そうなんですね、はい。じゃあどんな感じで出来上がってるか、はい、早速聞かせていただければと思います。はい、それでは鹿島さんに歌っていただければと思います。千里さんの一曲で、ブブブブブブブ、あなたの女です。それではカラオケスタンバイ入り次第よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。好きで好きで好きで
くれた人、今でも私はあなたの女です。ありがとうございます。ちゃんと最後の振りまでしっかりつけていただきましてね、まるで私の癖を一生懸命こう真似しようとしてくださってるのが本当に嬉しいですね。ね、どうですか歌ってみて。ああやっぱり普段終わった後に歌うんですけど、うん、全然緊張しました。違いますか。だんだん前に行っちゃって、ね、こっちからだんだん見えなくなっていっちゃって、あーれーって感じでなんですけど、見えにくいですか。あーそうですかね。いやこの歌でも本当ね、一生懸命歌っていただいてありがとうございます。はいはい、この歌初めの泣いて泣いて泣いて泣き濡れてって一つ山が終わってもう一回もう一つ山が来てってね、なんか一個ずつこう切れ切れになってしまうので、一つずつのちょうど歌詞が書いてあるなんていうんですかね、こう一つ泣いて泣いて泣き濡れてとかこうあるじゃないですか、泣いて泣いて泣いて、そこまでを一個につなげるつもりで歌うと、もっと多分ね歌がまとまっていい感じになると思います。そうぜひ、そうぜひですねやってみていただければと思う。他の痩せましたまでが一つって、こういう風にですねこう一つ一つ分けて考えると、なんか歌がねぐーっとまとまる感じがして、今なんかこう一生懸命一個ずつ歌うぞーって感じがメラメラ燃えてる感じなので、それが一段落したらですね、一個一区切りというのを意識して歌うとすごくいい感じになると思います。最後のあなたの女ですってここもねぜひ、ってこううなりを入れてみてですね、はい、ちょっとうなってみます。あ、いい感じです。じゃあ、女です。女です。あ、いい感じですか。ちょっとできてきたじゃないですか。ね、うなりもつけてみてやってみていただければと思います。今日はありがとうございます。ありがとうございました。大きな拍手を鹿島さんに。どうもありがとうございます。いや、嬉しいですね。一生懸命歌ってくださって。ね、リハーサルの時は虹の彼方に歌ってたので、そっちを歌おうかなと思ったんですけど、あなたの女です。男性の方もとても歌いやすい一曲です。ぜひカラオケではキーを男性の方3つぐらい上げていただけるとぐっと歌いやすくなります。さあそれでは CM です。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。
長い泣いて泣いて泣いて泣きぬれて痩せて痩せて痩せましたそれでも諦めきれなくて会えない人だけど今でも私はあなたの案千葉ちゃん今度は間違いませんでしたよこんばんはこんばんはあ、天の声があどうもどうもこんばんはいやー今日の千葉ちゃんはもしかするとそうなんですよそれ1年ということでいやー、里の松戸ヒルズメインスポンサーさんであります安田真一社長さんあとうちの奥様とファースト建材とファースト建材の社長様とはい、はい、清子社長さんとそうです一緒にいやー嬉しいですね1年経ちましたねそうですね早いもんですよね早いですね、なんかついこの間のような気がしますけども、はいまあでもよく1年またこれから2年3年5年、はい、10年最近の千里さんじゃないですけども、はい、ずっと続けていけるようにありがとうございます、はい、こうなんかこう月に一度お顔合わせるとなんか嬉しくてなんかほっこりするというかこちらこそ1ヶ月経ったんだなんてこう思いながら、うんでもこうやってゲストに改めて出ていただきましていやそんなことないですどうもありがとうございますこの1年間の本当重みを私も今感じているところです、ありがとうございますじゃあ改めまして、お二人に大きな拍手をお願いいたしますどうもありがとうございます、ね、そしてもう安田建設様もうたくさんコマーシャルの方も流れておりますが昭和56年の11月に流山市で創業されたとそうですねはい、はい本当にいろいろと私がまあ25歳の時に、はい独立いたしまして、はいまあ、私はあの大学とか出てないんでね、はい、専門学校出たんですはい20歳で建築屋さんに入りまして、はい5年半ですかその建築屋勤めましてはい、はいで5年半で独立して今37年目ですかね素晴らしい、まあ、バカだからやってるんですねこれねいや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 なかなか続かないですよ37年ですよいやもうドキッとしますねいやいやいや年越えちゃいましたよねいやいやいやもうあの本当にねいやでも25歳でその独立しようと思った時の気持ちというのはどういったものがあったんですか、私の友達がですねあの同級生なんですけどもあのホンダのバイク屋さんをやるということ で、はいでお前建築屋だろうと、はい、うちでお前のところでやってくれと言われまして、はい、で安くやれよと、うんはい、言われましたけど安くやるって言っても私がほら会社の勤め人ですから、はい、会社の経費は取ると、はい、そう言ったら本人がその経費を消すにはどうしたらいいんだって言うんで、はい、私も肌と考えまして私がやれ俺がやれば大丈夫だとはい、別に自分の経費っていうかねあの抑えられますよと、はい、言ったとこその仲間がですね、はい、じゃあお前がやれよとじゃあ俺辞めなきゃダメじゃないかとただお前辞めろと、はい、俺も会社の社長やるんだからバイク屋のね、はい、お前も社長やれとその一言でバカですから始めちゃいましたすごいでもかっこいいですねなかなかこう会社を辞めて自分で会社を起こそうってしかもお友達の一声でそうですねその時奥様は一緒にいらっしゃった二人はいつかは結びつくああ私は西花
ぶすんだ二人は離れない。させていただきました、こういう大曲に支えられてのあなたの女です。同じ CD に入った1枚を、今回1周年になりました松戸ヒルズのこの12回目の最後の1曲ものとしたいと思います。もう次回の予定が出ております。次回はですね6月15日でございます。6月15日、今回金曜日の夜ですね、失礼いたしました、6月15日金曜日だったかしらちゃん合ってますね、6月15日金曜日、花の金曜日の夜にですね、また皆様にお会いできればと思います。そしてそれまでにあなたの女です、発売してまだ3ヶ月経っていないんですけれども、ずっと順位を落とさずに順調に来ております。それまでにいいお知らせができますように、私も日々頑張りたいと思います。また明日は、キャンペーンがまた入っておりまして、明日は、どこだったかな、前あげようだそうですか、ありがとうございます。前の方にファンクラブの方が来ております。本当にありがたいなと思います。あげうの小三プラザにて3時から、明日、行われます。そして、今月末5月30日にはイルマにて、竹川美子さんとジョイントキャンペーン、埼玉イルマです。イルマ丸広百貨店というところで、行われます。そして6月15日はムーパルテレビでございます。はい、そして、来月27日私の誕生日になりますが、その前にありがとうございます、6月23日24日と千里バースデーライブを市川市元八幡にて行います。ぜひお近くなのでお手軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。そちらは生ピアノと歌のピアノライブとなります。よろしくお願いいたします。さあ最後は私のあなたの女ですを歌ってのお別れとなります。本日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。あなたの女です、あなたの女です。それではこっちのカメラでしたねそれではお聞きください。さああなたの女です、そういえばカラオケを入れなきゃいけないでしたね。この番組はセルフサービスでございますが、画面から切れてしまう私もおつなものではないかなと思いますが、さあ入ってますでしょうか。入ってないようでございますので入れたいと思います。あなたの女です。さあこれで準備ができたでしょうか。また戻ってまいりまして、こっちですね、今度は、はい、全世界の皆さん、あっち向いたりこっち向いたりそっち向いたり申し訳ございません。さあ入りましたでしょうか。あなたの女です、音楽かかり次第歌いたいと思います。来月6月15日またムーパルスタジオでお会いできますことを楽しみにしております。入ってないようでございますね。入ってないかな、入ってるかな、入ってるかな。さあ入りましたね、やっと入りました。あなたの女です。さああなたの女です、ありがとうございます。
長いて泣いて泣いて泣き濡れて痩せて痩せて痩せまわしたそれでも諦めきれなくて切れなくて唇恋しい一人のお酒二度と会えない人だけど今でも私はあなたの女ですあ熱く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 ながり燃えて燃えて燃えまわした抱かれたあの日を忘れない忘れない辛い別れをされたのに今でも私はあなたの女ですた恋でした恋でした未練がこぼれるグラスのお酒愛を教えてくれた人今でも私はあなたのありがとうございます。